ファンネルがお送りするモンスターハンターライズ続きをやっていきます。まあ隣にアマテラスがいますね。まあ一寸も出てますが、こちらね、なんだっけ、ダウンロードコンテンツというか、まあもらいました、イベントクエストかなかなんかやってもらえるやつです。よし、じゃあ行きましょう。アマテラスで、名前アマテラスになってるのは、ただあのお供広場の、雇用したお供に名前を変えてアマテラスにしただけです。ですので、まあ、あの今まで使ってたライデンもいるんですが、ライデンとは別の、ガルクさんをね、ちょっと名前変えさせていただきました。まあ、せっかくだから名前もアマテラスの方がいいもんね。小麦ちゃん、じゃあちょっと今日はちょっと寄らんわでは今回はまたね、あのメインクエストというか、上位星6の集会所クエストセレクトですね、やっていきたいと思いますんで、まあどうすかね、ベリオロスでもいいんだけど、アンジェナフやっていきますか。結構簡単なんでねはい、じゃあこれクエスト受注していきます。今回体験でいきます。で、装備もまあちらほら変えてますので、まあ説明するのも若干めんどくさいんで、まあいいでしょう。ちょっと食事で食事します。いつもので体験団子食べていきます。まあここはなごみモードタイムなんで、じっくり見ててください。茶柱も立ってましたね。よし、じゃあ食べていきます。このアマテラスの熊取りいいよね。ごちそうさまでした。じゃあ行きまーす。あ、行きまーす前にちょっとアイテム大丈夫かな。アイテムポーチ確認大丈夫だね。まあ今回もね、めんどくさい時は捕獲していきますんで。あ、場所どこだったかな。毎回場所見んの忘れんだよね、このフィールド。フィールド次第によっちゃちょっとめんどくさかったりもするんだけど、送流ができないんで。まあできないことはないんだけど。大社跡が一番楽なんだけど、そうはいかんよねと。まあでもここならいいか。右側にいますね。多分ハテナは毎度のごとくラージャンだと思いますんで、あのハテナモンスターね。どっかのタイミングでちょっと送流していきたいと思います。でまずはクグ土雲だけ取っていきたいので、いつものルートをちょっと行かせてもらいたいと思います。ここ行って、一歩前進だな。上登ってキノコ取って、このまままっすぐいるといるはず。いましたね。くぐ土取って、でもうちょっと人玉取りを集めていくついでに、あっち側に行って、あれなんかさ、アンジェナフの下に赤い変なマークついてない？ちょっと待ってね。マップ、あのガスが噴出してるマークみたいなのなんだろう。エリア13番、あれそんなのあったっけ。よいしょ、まあ、まずは向かっていきましょう。行きゃわかる。よいしょ。でちょっと待ってね、ご飯食べて、ご飯食べて、あれこっちから行ってもいけねえのか。これいけるよね多分。下行って右側、あ、いけねえか。いけるか？よいしょ。ルート的にはあっちなんだが、よっよっ、てい、のぼつて、のぼつて、で、アマテラスおいでー。あれ？来た。よいしょ。この下ですね。あ、やべ。アンジェナフも移動してた。
追っかけまーす。14番に行くんだ。さあボコボコにしてやりましょう。止まりましたね。ここはまあまあ広いから戦いやすいかな。よいしょ、ギャオーン。さあ私が若干また操作方法がおぼつかなくなってるかもしれませんが、ご了承ください。それなりにやってはいるんで大丈夫ですよ。飛べ、よいしょ。当たるわけねえわな。アンジェナフは怒る前だったら全然怖くないんだよね。怒っても結構火ブレス吐くときに隙ができるので、よいしょよいしょ、ちょっと風圧がガブ。後ろ足弱点になってんだっけこれ、肉質的にどうだったっけ。切ってみよう。よいしょ、尻尾は多少弱点か。よいしょ、避けて、痛い。結構いいダメージもらえるな。あ、怒る。この時はまあまあ要注意ですね。結構ガブガブ怖いんで。よいしょ、火吐くか。あんまり火の吐き方が思ったのと違うな。気をつけろ。これも結構な隙ができるので、よいしょ、避けて、痛い。ピヨると怖いね。危ね。ピヨらないように注意。後ろ足ではいい攻撃入んねえな、ダメージが。よいしょ、やっぱ顔面だよね。避けて、よいしょ。さあ来い、ガブリンチョ。なんか滑っちゃうのここ。よいしょ、気をつけろ。そろそろ言うと思います。仕掛けてくるぞ、ガブリンチョ、ガブリンチョ。場所が悪い。よいしょよいしょ、離脱。こっち来い、こっち。どうした、これ。これが大きな隙となる。よいしょ、尻尾怖いな意外と。んーズガーン。これは隙じゃないんだっけ、ちょっと怖いな。よいしょ、外した。仕掛けてくるぞ。ブオー、顔面アタック。外した、距離感。お、いいね、チャージアタック。もう一回チャージアタック。でためずにドンドン。オッケー、いいね。よいしょ、いで。危ない、落とし物拾います。攻撃に備えろ、来い。よし、いいぞ。ほんと分かりやすいんだよね動きが。アンジェナフ先輩は直進的に動いてくれるから結構。あ、またダウンした。今日はようダウンしますね、アンジェナフさん。あ、すぐ起きた、すぐ起きた。でどっか行くでしょ多分。よし、 OK。 じゃあちょっとアマテラスに乗ってトギトギして、他のモンスター移動しませんね。まあアンジェナフだったら単独でどんどん戦ってもいいね。あ、尻尾切れてんのかこれ。尻尾マーク出てるね、あのミニマップ。尻尾切った記憶ねえのに。ちょっとなんかショーダウンした時あれ切れてたのかな、尻尾。あったあった。それじゃいただくぜ。ほんと尻尾の先っちょだなこれ。よし、じゃあ戻ります。イモチクラブはいないかな。あ、違う、あれイモチクラブじゃねえな、さっき見えたの。ラージャン連れてきたい気持ちもありますが、マップがちょっと複雑で間違うとめんどくさいので。あれ、なんか変な顔してる。いいよ、当たらない。あれ、私ジャンプ攻撃中のけぞり無効だった気がするんだけどな、気のせいか。よいしょ、いいぞ。こっ
こっち向いてくれると顔面当たるんだね、こんな感じで。こっち向け、こっち向かない、いいぞ。左足の V 破壊しましたね。じゃあ今度は右足いっちゃうぞ。尻尾ブーン。ちょっと回復しますね、怖いんで。左足じゃねえ、右足、痛い。右足がお留守だぜ。あ、吠える、ギャオーン。仕掛けてくるぞ。あれまだか、ズーン。仕掛けてくるぞ。ファイヤー、ファイヤー、ドーン。うまくいけばひるむんですけどね。うわ、尻尾。ファイヤー、よし、いいぞ。右足も V 破壊。ファイヤー、顔面アタック。石をボーン。ファイヤー、ファイヤー。うかつにでも近づきすぎると私火に当たりそう。避けて、よし、切る、よし、避けて、ジャンプ切りだ、よいしょ。ちょっと画面やべ、こっちだぞ。ガブリンチョ、ガブリンチョ、なんか痛かった、なんか痛い、結構ダメージ減ってんじゃん。火吐いた、よいしょ。う、尻尾ブーン。もう尻尾切れてっからな。いける、最大チャージ、ドン。尻尾ブーン、避けて、火吐きますね今日は。あれ、喉仏切ったのに危ねん。ジャンプ切り、よいしょ、避けて、もう一回仕掛けてくるか、まだ切っとこう、よいしょ。そろそろなんか疲れそうな気もすんな、頑張りすぎてっから。アンチョナフ、トギトギします。アマテラス頑張ってくれてんね。さあ、他のモンスターは全く近寄ってきてくれませんが、鉱石を取って、これなんだっけ、ちょうちんお化け虫って、なんかあれだよね、多少防御してくれんだよね。よった、消える、通常形態に戻ってるね。よいしょ、恐るるに足らんと思ったけど、さあ来い、ガブリンチョ、よいしょ、ブーン。いて、風が強い。切ります、よいしょ、ダウンしてくれんかのう。おう、ティラノサウルスめ、よいしょ、ズガーン、よいしょ、切る、危ね、よいしょ、危ね、ガブリンチョしますね、ずいぶん。よいしょ、懐に潜り込めさえすれば、よいしょ。あんまりね、バット切りも強くないんでね。あ、疲れてる、いいぞいいぞ、切る、切る、最大チャージで切る、よし、いいぞ、よいしょ。もっと疲れてくれてもいいぞ、よいしょ。そろそろ強化状態になりそうな気がする。いつまでもこのままってわけにはいかんでしょう、きっと。アンジャナフもガブーブン、よいしょ、避けて、切る、よし、ガブリンチョ、切る、避ける、うまいこと、相性がいいね、アンじゃなくては。やっぱり
相手の攻撃当たんないで私が攻撃当てられる、まあ、調子に乗ってとやられるけどね。お、怖い。仕掛けてくるぞ。仕掛けてきませんね。仕掛けてくるぞ。来ます？んー、ジャンプギーリト。よいしょ。攻撃に備えろ。避けて。ファイヤーはやばい。よいしょ。いて、踏まれた。回復。いてー、だだ、危ねえ。調子に乗った。グレートを飲んで、この魚ちょっと使わせていただきますか。よし、かく乱作戦。ファイヤードガーン。よし、さすが俺、攻撃に備えろ。ズガガーン、ズガガガガーンで、ジャンプギリ。よし、ダメした。いよいよ、よいしょ、んー、よいしょ。で、ちょっと軸ずらして、よいしょ、よいしょ、 OK。 避けて。疲れたかな。よいしょ。どっか移動する。まあ、ナイスタイミングではあるな。ご飯食べて、トギトギして、よし、追っかけるぞ。もう結構ね、気持ちに余裕ありますよ、アンジャナフは。アンジャナフに対してはね、多分ね、あの大火力の口からファイヤーはすげえダメージ持ってかれるんだけど、あれさえ食らわなきゃそんなに怖くないんじゃないかな。まあでも、それでもコンボ食らうと多分やられるとは思うけど、こういうの。ジャンプギリ、そろそろ操流できそうなもんだけどな。まあでも、くぐ土もあるから、やろうと思えば。よいしょ。アンジャナフ、通常形態に戻りましたね。ガブリンチョ、痛い。あれ、なんか設置しちゃった。あ、しまった。くぐ土置いちゃった、今。なんてこと。まあ、相手にハンデをやったと思えば。よいしょ。こいつの足の後ろ側、なんかトゲあって痛い。ありがとうよ。ありがとうよ。よいしょ。ガブリンチョープ。よいしょ。うん。切る。やばい。これ嫌な予感。うん、大丈夫。ピヨリさえしなければこっちも。ギャオーン。逃げる。ホムラッチを取ろう。回心率が上がるはず。仕掛けてくるぞ。まだ？よいしょ。よいしょ、届かん。かわす。切る。外すのか。ちょっとやばい。ブーン。よいしょ。かかってこい。さあ来い。ドカーン。攻撃に備えろ。オッケー、来る。お、いいぞ、お供。何をやったかわからんが。ナイス。よし、切る。んー、切ります、切ります。最強の力でアタック。よいしょ。はい、捕獲の時です。もう捕獲しちゃいますか。あ、ちょ、危ない。うー、もらった。いや、やべえな、調子に乗っちゃったな、今。これ食らうとまずいね。よいしょ。回復、回復。冷静に行こうぜ。この辺に落とし穴仕掛けて。罠の準備完了だ。オッケー、こっちだぞ。落ちた。よいしょ。はい、終わり。いや、見どころも作りましたね、私。あの火に当たるというね。まあでも、なんだっけ、ど根性みたいなのあるから、一定のダメージ量以上は多分1残るんで。いやー、簡単でしたな、アンジャノフ先輩。よしよし。
まあアマテラスのおかげでもあるな。いい狩りだったぜ。まあ今後はね、アマテラス主体にちょっと使っていって、たまにライデンに戻そうかなって思いますんでね。はい、これでじゃあセレクトクエストは全部クリアしたので、緊急クエストが出るはずです。緊急はついにあれかな、あの雷神が来るかね。あれ風神だっけ雷神だっけ、どっちかな忘れちゃいましたが、はい、奇妙なクエストで下校。やっとるか。おう、ファンネル、緊急クエストが届いたで下校よ。キサキグモ、八ヶ岳が溶岩洞で大暴れしてるで下校。これを狩猟するで下校よ。しかし八ヶ岳が、溶岩洞に出現するとは奇怪でげこね。特定の地域でしか目撃情報がなくて、溶岩洞に現れるはずがないのに。それにさっきから港の様子がおかしいのでげこ。あら、また日の絵の件が解決して元気になったと、なっとったのに、どうしたのやら。ともあれ、八ヶ岳の狩猟を任せたでげこよ。今度はこっちの調子が悪いんだ、港さん。ちょっと喋るのも辛いんだ。あ、ファンネルさん、緊急クエストが入っています。私の様子がおかしい？やはりそう見えますか。なんと申し上げればよいのか、自分が自分でない感覚がして少々疲れているのかもしれません。しばし休めば回復すると思います。どうぞお気になさらず緊急クエストへ行ってください。今回狩猟するのは、八ヶ岳。予想しがたいからくりのような動きと強力な火炎放射に要注意です。火炎放射。それではご分を。はい、じゃあちょっと待ってね、詳細だけ見て。私多分このモンスター知らねえな。難しいのかな。皮膚期御前って書いてありますね。あ、危ねえ危ねえ。それでは、はい、というわけで、じゃあ次回この緊急やってきますんで、よろしくお願いします。今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。